9月11日日曜日、高円宮杯ホッケー日本リーグ女子、立命館ホリーズ対コカ・コーラウエストレッドスパークスの試合が行われました。昨年度準優勝を果たした強豪レッドスパークスに、昨年度インカレ優勝を果たしたものの本大会は8位に終わってしまったホリーズが挑みます。第1クォーター開始3分、レッドスパークスの速い展開に圧倒され1点を奪われます。その後は激しい攻防戦が続き、このクォーターは0対1で終わります。第2クォーターには相手側のファールでチャンスが巡ってきますが、相手の強い守りにより得点できず、第3クォーターでは相手の攻めに押されてゴールを許し0対2となります。気合を入れて臨んだ第4クォーターではホリーズ側のファールによるペナルティストロークで相手に1点を許し0対3に。最後まで攻め続ける姿勢を見せたホリーズでしたが、レッドスパークスの勢いには勝てず、結局0対3の黒星となりました。ホリーズキャプテンの木原ひなさんにお話をお伺いしました。今日はすごい自分たちの、粘るホッケーができたんですけれども、やっぱりその中でもその得点に絡めるチャンスはたくさんあったので、その少しのチャンスをもっと決めきるようにならないと、やっぱりこういう難しいゲームになってしまうのかなというふうに思います。パスを出してそれを受けるっていう簡単なことなんですけども、それがやっぱりできないとパスホッケーにはつながらないし、全員がしっかり動きをつけて、全員の動きの中でパスホッケーっていう連携が作り出せるので、まずは日頃基礎的な練習を意識してやってます。ホッケーはすごくスピード感のある競技ですので、そのテンポっていうのを意識して見てもらえると面白いのかなというふうに思います。現在第8位のホリーズ、若さとチームワークが武器の粘り強いプレーでクリエイトトゥーウィン